はい、どうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。どうもこんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら。10日で完成、中1、2の理科、総復習、新興出版社の教材になります。なんか同じような名前聞いたことないですか？そうですよ。僕はね、動画でいろいろ説明してるんですけど、学研ともね、ほぼ名前が一緒。だから僕らも名前をね、見たときに、あれ、学研じゃなかったっけって思いながら、そうやってね、ちょっとこう見間違える時もあるような、そんな感じだったりもします。で、総復習シリーズはね、正直どこの出版社もほぼ一緒なので、まあ、好きな出版社買ってもらったらいいと思います。どこが悪い、どこがいいとかっていうのもほぼ似たり寄ったりなので、まあね、僕の動画で総復習シリーズのやつ見られてる方はね、ぜひそちらを参考にしていただきたいと思います。で、細かい内容はこちらでね、説明していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、じゃあ説明していきたいと思います。この教材、受験用定期テスト用、修復習用、復習用教材ですね。で、この教材もそうなんですけども、もうほとんどの総復習シリーズがそうなんですけど、インプットページと、あとアウトプットページっていうのがあるんですよ。で、まあ、見開き1ページがインプット用ページ。で、次のページが、まあ、アウトプットページ。で、それが一分野ずつ、2つ合わせて、一分野っていう形であります。まあ、至ってね、総復習シリーズはもう大体どの出版社も一緒です。ただ、内容レベルだったりとかもちょっとだけ差があるんですよ。差があるんですけども、そこまでこだわらなくていいだろうって思うぐらい、まあ、ビビったる差だったりとかします。僕らだとちょっとね、あ、ここはこの教材の方がレベル高いかなとかっていう印象もあったりとかするんですけど、でもね、そんなに大して気にしなくてもいい。で、品質問題とかそういったものを入れてる教材もあれば、まあ、全く入れてない総復習シリーズもあったりとかするんですけど、まあ、こちらはね、品質問題ちゃんと入れてるので、まあ、何にも気にせず購入していただいて、やっていただいたらいいかなと思います。うん、この教材とかをやる時期っていうのは春夏冬とかそういった時のお休みの期間にやっていただくか、あとはちょっと苦手なものを把握したいなっていう時にやる教材としては、まあ、いいかなと思います。まあ総復習シリーズはね、どの出版社も本当に一緒なので、まあ、動画もね、僕のやつ見ていただけたらいいなと思います。ぜひ参考にしてください。参考になったって方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。